こんにちは。1、キャラクター紹介。カンウハク YGN 報道局の記者で、カンボゴルの兄。反骨精神が旺盛で、物怖じしない性格。木波を救助し、彼女に関心を寄せます。2、演技の魅力。チャハギョンさんは、ウハクの熱血で正義感の強い一面と、木波に対する甘い一面を見事にバランスよく表現。木波とのシーンでは、好意や嫉妬、心配などを巧みに表情やトーンで表現し、視聴者に深い感動をもたらします。3、キャストとの関係。共演者たちとの楽しい交流。特に、パク・ウンビンさんとの仲が良く、オフカメラでも食事を共にし、親密な雰囲気を醸し出していたといいます。4、作品への貢献。ウハクは、木波の恋の相手として物語に深みをもたらします。彼の熱血な性格や木波に対する愛情が物語の重要な要素となっています。5、撮影エピソード。共演者との楽しいひととき。特にパク・ウンビンさんとはオフでも仲が良く、食事や話を共有していました。キム・ヒョジンさんとの共演ではコミカルなやり取りを披露し、作品に軽快で楽しい雰囲気をもたらしました。まとめ、チャハギョンさんが演じるカン・ウハクはドラマ無人島のディーバにおいて熱血で正義感あふれる魅力的なキャラクターとなっています。その演技は感情豊かで深みのある物語を生み出し、視聴者に心温まる体験を提供しています。ぜひドラマを通じてその魅力をお楽しみください。チャンネル登録よろしくお願いします。